はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間です。はいどうも、楽しいおいしいご飯の時間ですよ。今日はね、2回行ってみました。ダブルカレー作戦の日です。ダブルカレーです。ダブルカレーです。スーパーで買ってきたメンチカツで、スーパーで買ってきた、チーズインコロッケのはずです。ハンバーグ、そしてこっちハムを切って焼いたやつです。で、こっちのカレーはこっちです。こっちのカレーはこっちです。世界カレー探訪、世界カレー探訪のカレーで、こっちの方のカレーはこれです。横須賀海軍カレーです。ありがとうございます。倉本さん、ありがとうございます。いただきます。さあ、どこから行きましょうか。ハンバーグのところから行きましょうか。このハンバーグはね、このハンバーグ、ちょっとハンバーグとかで行こうか。ハンバーグとかで、このハンバーグは本当に美味しいよ。変な音だった。うん、カレータンボーも美味しいな、これ。うん、16穀米です。16穀米、あ、このカレータンボーのカレーも美味しいわ。このハンバーグはマックスバリュー、多分ジャスコにも売ってます。イオン系のところに売ってるところは売ってるはずです。本当に美味しい、これ。お手頃価格でこのお値段、僕はとても気に入ってます。うん、いや、美味しいわ。生クリームとトマトの旨味を生かしたひき肉カレー、こんなんですよ。うん、美味しい。そしてちょっとチーズインを切りまして、やっぱりチーズイン正解。こんなんです。こんなんです。あが、違う、ホタテいいんだ。ホタテクリームコロッケだわ、これ。ホタテいいんじゃないね。ホタテいいんじゃないね。ホタテクリームコロッケだわ、こりゃ。こりゃなんかすごい得した気持ちになるね、こりゃ。危ない。はい、メンチカツ、これ間違いないです。おお、うん、うんうん、このメンチも美味しい。このポールスターのね、このポールスターのソースも美味しいのよ、本当に。横丸さん、ありがとうございます。本当にありがとうございます。僕は幸せです。よし、うんうん、あー、いいね。ここで満を持してですよ。このソースのかかってない方から横須賀海軍カレーをいただきます。はい、おお、具が大きいね。うん、ああ、いいね、やっぱり。うん、タレじゃ、横須賀はいいですね。横須賀は、横須賀っていうね、漢字の3文字も好きです。なんか知んないですけど、美味しいね。当商品はこうやってあるか。当商品は明治41年の海軍割
法術参考書のカレーライスレシピをもとに。おそうですか、ありがとうございます。素晴らしい、そんな昔の大先輩が、作ったレシピ見てください。この人参の大きさ、この人参も横須賀の人参なのかな、書いてないね、わかんない、わかんないけど美味しいです。肉も大きいわ、ほらほら、いやー美味しい。なんか垂れますね、一度に2種類のカレーを食べるっていうのは本当贅沢で、しかもいつも食べてるチーズインかなと思ったらホタテインでしたよ。コロッケも、なんだか今日は得した気分、なんだか今日はとっても得した気分、あー美味しい。カレー美味しいな、ほんとな、カレー好き。まだあれ食べたことないです、スープカレー。スープカレーまだ食べたことないな、出会いたいですね、スープカレーに。こうまだわざわざ、なんて言うんだろう、食べたことないから、あーまた食べたいなとか食べに行きたいっていうようなあれにならないわけですよ、スープカレーを。でどうしてもこのスープカレーを食べに行きたいっていうような情報が僕に入ったこともないわけですって思わせるようなね、たまたま、道を歩いていて、すっごい美味しそうなスープカレー屋さんに出会うとか、はたまた、北海道でしたっけ、スープカレー、そうですよね。なんかのあれで、ごめんなさい。すみません。ビーフ、牛、あーいい牛、北海道に行くことかね、機会があって出会うとかね、そういう風になると思ってます。ちゃんと巡り合いますから、お互いに必要としていればね、あー美味しい。これ今日のこのセットいいな、まあ大体毎回いいんですけど、結構な数あるんですよね、在庫が。カレーについて言えば、見えてました今、大丈夫かな、その他大体だな。今日はこれとこれっつって選んで温めてるわけですけど、いい組み合わせです。このカレー田んぼの方は結構スパイスいい香りがするな。なんだろう、
なんだろうか、わかんないっす。わかんないけど美味しいよ。いい香りがして、わかんないけどいい香りがして美味しいよ。うん、また音が鳴った。一応ハムからするの？これこの香りは、いやハムからじゃないよな。でもこれひき肉多いっす。世界タレー漢方じゃない、カレー漢方。おひき肉多いっすこれ。ありがたい、ごまかしてないっす。いや非常にカレー、週に1回ラーメンみたいなね。それでもいいな、こっち食べな。それこそ海軍みたいに毎週金曜日はカレーの日とかね。逆にだって縛られとったら今度は楽しくなくなっちゃうのかな。はい、とっても美味しかったです。ごちそうさまでした。